オニヤマソルトジェルの紹介をしたいと思います。宿毛矯正で難しいのがこのような顔周りの産毛の処理が難しいと思うんですが、こちらがビビってしまったりとか綺麗に伸びない、あともみあげの毛ですね、そういうところが難しいと思うんですけれども、このオニヤマソルトジェルを使うことによって綺麗に伸ばすことができます。今までありそうでなかった商材の内容になりますので、今後紹介できればいいかなと思っております。矯正以外にも全然使い用途がたくさんありまして、トリートメントっていう概念よりもまたちょっと違った視点で、商品を開発させていただきました。